はいみなさんおはこんばんちはバスケットマンです速報です楽天モバイルは4月7日に楽天アンリミット1年無料を締め切りましたが最終日に申し込んで まだ端末が届いていない人がいるようですうちの家族がそうだったりしますわらその原因が問い合わせたら判明したのでお知らせしますどうも端末がないらしいですそのため端末発送がされてない人がいるようです本日問い合わせたらそのように返答がありました 申し込み自体は済んでいるので、MNP 番号が無効になっても、取り直しで対応してくれるそうです。紙キャンペーン最終日には、店頭での受付中止や、Web ページがダウンしていたので、駆け込み申し込みが殺到して、この混乱が起きているようです。届いていない人は、 楽天モバイルに問い合わせして確認しましょう。発送メールがなく届いた人や、その他何かありましたら、コメントで教えてください。以上バスケットマンがお送りしました。チャンネル登録はこちら。それではさようなら。 Go Sido Arigato Go Zimisuda